はい、オパールのいちご屋さんです。今日は野菜の収穫の動画を撮っていきたいと思います。赤かぶの収穫をしていきたいと思います。今回作ってるのはこちらの赤かぶです。こんな状態になっております。こんな感じになってます。で、まあ葉っぱも今回は残しようかと思うんで、ちょっと傷んでる葉っぱだけ取って、葉っぱをくくってまとめて売る感じにしようかなと思ってます。折れてる葉っぱとか、まあ汚そうな葉っぱだけちぎっていくって感じですかね。こんな感じで赤い株も結構綺麗ですよね。白もいいですけど。次はわさび菜を収穫していきたいと思います。わさび菜なんですけども、本当は外葉を変えていって収穫するの方が正しいみたいなんですけど、ちょっとうちの場合は株ごと収穫するっていう形になっています。というか、こんなに密集してたらちょっと葉っぱを変えて取っていくっていうのは難しいんで、まあ今こんな感じで混み合ってるんで、もう間引いて、こんな感じで株ごと収穫してます。で、間引き終わったら外葉の収穫に切り替えようかなと思っております。こんな感じですね、わさび菜。本来はわさび菜の場合こんな感じで外葉を変えていったら、次から中の方からまた新しい新芽が出てきて、で育ってきたら外芽を取るっていうのが本来の取り方みたいです。で、わさび菜の食べ方なんですけど、まあ基本的にサラダにするのがいいかなと思います。で、なんか肉とかにすごい合うと思います。ちょっとピリッとするような感じの野菜で、最近うちではこれ鍋に入れても全然いけると思うんで、鍋に使うのもいいかなと思います。次は水菜を取っていきたいと思います。こんな感じになってます。水菜に関してはこんな感じで少し持ち上げて、こう根っこを切るような感じですね。こんな感じで、まあ傷んでる葉っぱは洗うときに取って販売するって感じですかね。こんな感じで根っこの部分を切って収穫していくって感じですね。結構こんな感じでもっさりしてる。
これなんかすごいモサモサしてます。でかいですね。紫白菜を収穫していきたいと思います。はい、こんな感じですね。紫の白菜で、こいつはサラダ白菜になります。ちょっと外側を取っていこうかな。で、こんな感じですね。こんな感じの結構綺麗な感じの、この辺ぐらいまで来るともうだいぶいい感じの色ですね。こんな感じでいいかな。外側こんな感じの紫白菜ですね。まあこんな感じで、中はすごい鮮やかな色なんですけど、まあ見た感じはこんな色なんで、なんかあれですよね。外も、外から見た時にもっと赤く見えるといいかなとは思うんですけど。